さあ、今我々はですね、楢葉町役場の町長室の前に来てるんですよね。小島さん、なんかコスチューム姿なんですが、はい、どういうことですか今日は。いや今日は、うん、たくさんお世話になってる楢葉町の町長さんが、はいはい、うん、なんかここら辺にいるという。いやそんなな何、はい、町長ってそんな なんかいろいろ情報を引き付けたので、飛んでる情報が引き付けたので突撃したいな。突撃、大丈夫ですか、はい、なんで突撃するの。いやちょお願いがあったんですよ。あ、お願い事だけ、お願い事があって、うん、それをお願いしたくて今町長を探して。いや違う町長ってのはそんな浮遊してるもん、はい、でいろいろ情報聞きつけて、うん、ここら辺の、あ、こうやってたら町長の感じがしたんだ、ね、半径1キロ以内にだいぶあるじゃんそれ、いるのを感じ取ったので、うん、でもうここに来てみたと、はい、ここだから突撃したいと思います。いやでもそんな急に大丈夫ですか、はい、だって見てこれ、もうほら許可なく執務室内への立ち入りをご遠慮願いますって書いてあるんだよ。絶対ダメなんだよ、だから行ったら、うん、なんで勝俣さんもコスチューム着てきてるけど、はい、勝俣さんはどうしたんですか。なんか誘われました。誘われたの。誘われた。なんか俺もよく分かってないんだよ、うん、そんな レジャー感覚な、町長室行こうぜみたいな感じで。いや、そこ知らなかった。楢葉町ちょっと来てくださいって言われて、ああ、ついてきた。僕が一人じゃ不安だったんで。不安だったんかい。歩いてたら、うん、勝本さんいいんじゃん。え、そんな、え、気軽にそれ、はい、その辺歩いてるもんなんで、ちょっと戦って、はい、ゲットしました。あ、戦ったんですね。仲間として仲間として今こういう状態です。あー、なるほど。うん、まあよくわかんないけど大丈夫どうかな。お願い事があるから町長室に行くということね。はい、じゃあ分かりました。じゃあちょっと行ってみますか。会えてないもんね、うん、我々まだ町長に。まだ、まあ確かに副町長にはお会いしましたよね、はい、町長には会ってないのでダメですよ。なんかそのいきなりフランクな感じで行ったり。僕がフランクに接したことないですけど。あ、確かにね、いろんな人ともずっと壁があるもんね。いろんな人とね。なんかそれは意味深じゃないですか。噂では長女めっちゃでかいって聞きましたよ。あ、はい、じゃあこう見てたのもでけえってこと。そういうことか。はい、うわ、いや、いや大丈夫かな。余計怖くなってきたけどね。いや、大巨人がいいの裏。大巨人ちょっとそれはちょっと語弊があるけど。でも大きいって聞いたんで、ま、なるほど。じゃあちょっと行ってみましょうか。じゃあ行きたいと思います。お前が先行けよ。もう本当、お前が先行けよ。本当失礼のないよ。本当失礼ノックってしたことあります。ノック、違う英語ですんな。こぶしね。失礼します、失礼します。はい、どうぞ。押す押す。失礼します。失礼します。失礼します。あ、失礼します。DDT プロレス楢葉町住みますレスラーの小島通りです。同じく DDT プロレスの勝俣俊馬です。よろしくお願いします。 DDT プロレスラーの銀河アナウンサーの加藤健です。よろしくお願いします。でかいっすね。誰よりもでかい。その先だけ締めてください。繋ぐっても誰よりも大丈夫です。ちょっと、繋ぐってください。どっちがプロレスラーですか。あー、2000万。コスプレじゃないですか。なんかスポーツやるか。バレーボール。バレー、あ、バレーボール。確かにね、背が大きい人がね、やりますからね。そんな町長のお願いがあるんですよね。今日はあの時間作っていただきましてありがとうございます。はい、お話をちょっとさせていただきたいと思いますので、はい、お願いします。お願いします。小島さん、お願いがあるんでしょ。そうです、うん、ちゃんと言いなさいよ。町長さん、はい、怖いんだけど、なんかお願いがありまして。おー負けるな、負けるな。本気で、うん、いや、同じ格好してないんじゃない。失礼だ。お願いするやつあるか。ちゃんと丁寧にね、お願いしてください。一つお願いがありまして、この楢葉町でプロレスのイベントをやりたくてお願いしに来ました。なるほど、はい、ということですけども、プロレスイベント、ちょっといかがでしょう。いいんですけど、はい、前いらっしゃった時に、はいはい、実は私コロナにかかってまして。確かに副町長にお会いしました、僕たちは。で、ね、町長がね、はい、逆水平チョップ、はい、ああ、やりましたね。やられたんですよ、はいはいはい、
それにコロナ逆水平直ちょっとごめんなさい、偉いあなたに言うことじゃないけど不謹慎だから。いやいいんですよ。委任式の時に副町長が小島さんに逆水平直やりましたけど、あれを町長もやりたいってことですか。そうですね。いいんですか。うちの小島の胸はいくらでも貸すので、はい、やばいですよ勝間さん。副町長は失礼ながらね、普通の方ってだけも普通の方、はい、あの町長でけえから。しかもさ、しかもさ、うん、バレーボールやってたってこと。そうだよ、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 上からな、振り下ろしのね。でもさ、やられるの俺らじゃないからさ。確かに見たい見たい。ちょっと教えます、僕が教えます。あの、レクチャーしますので、レクチャーします。それでちょっとじゃあ実際やってみましょう。やりましょう。それやったらだってプロレスイベントできるかもしれないんだから。じゃあちょっと教えたいと思いますので、はい、逆水平チョップってプロレスこうなんですけど、はいはい、バレーボールやってたじゃないですか、はい、だからやっぱそうです、上からこういくのがいいと思うんですよ。ああ、そのパターンもありますもんね、はい、なんでちょっと一回見せてもらっていいですか。はいはい。あの、ここ、この A ですね、胸ここです、うん、これで、あいっ、おーこれ待って、ちょっと分かんないよ、待って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 、バレエをやってない人の、やってない、ちょっとください。まあ、プロレスラーですから、やってるな。ちょっと、ちょっと、こうボール、もうバーンいきますから、もうこれ、これはでかい、赤いボールだと思ってください、はい、バレーボールだと思ってもバチンでいい。しっかりとここの胸に、あのバレーのこうスパイクみたいな感じでバチンっていう感じで頭じゃダメなんですね。ガチのボールみたいな。惜しいと思います。バレーボールやったんで、どうもこう丸いところに、あ、怖い怖い、ちょっと待って、そんなこと言っちゃダメですよ。イブさん、藤間通りから注意が出ました。一応、じゃあ胸の方でお願いいたします。わかりました。この辺りです。ちょっと一回当ててみてください。おお、やる気だ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 。そうでしょ。あの、僕しっかり押さえとくんで。ちょっと待ってください。あの、やっぱりこっち心臓なんで、こっちで見せたこっちですか。心臓止まっちゃったらね。バーンって言うけど止まっちゃったら弱いんだ。確かにね、プロレスイベントできなくなったら、スパイクするような。なんか、町長、手、顔、顔、顔、だって僕、あれですよ、どっちですか。町長、手、でかいじゃん。超でかい、でかい、でかい、でっかい。いやいやいや、これはね、めっちゃごついね。え、俺、後ろで押さえてたし、カノさんちょっと押さえてて、いや、これ、吹っ飛ぶ可能性があるもんな、はい、そう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 、うん、じゃあ、本番いきますか。これだな、いやいやいや、ちょっと戦う気満々じゃないですか。やばいな、プロレスイベント、ちょっと出るぞ、これ。ちょっとじゃあ、行きましょうか。はい、それでは、ちょっと、お願いします。ダッサシーって怖かった、勝手に。なんか、あれ、時がおかしくなったまさかで優しかった。なんかもう、死んだのかと思って。あまりの速さにゆっくりに、走馬灯じゃないんですよ。なさすぎて、ね、冗談的で、足痛いの大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です、ここにパンと来てもらったら、はい、やっぱレスラー鍛えてますんで、はい、大丈夫です、はい、大丈夫ですよ。押さえて、押さえて。さあ、行きましょう。お願いします。ガーッ痛い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 町長、小島遠い組でタッグを組んでもらうしかないタッグ組みましょう。じゃあ、奈良派バレーチョップですね。いいですね、そういう技もね。逆に伝授してもらえばいいんじゃない。
いや、もうすごい。ちょっと、奈良浜町はすごい町ですね。まさかね、大きくて怖い人かなと思ったけど、いや、もう本当にノリノリで優しい方。自分が言い出したらもうね、大体人に言われるもんなんですよ。改めて自分で、いや、なんで抜いちゃうんですか。なんか、町長と仲良くなれる気がしそうですね。なんかね、今副町長をもう超えるような、はい、あのチョップをやっていただいたわけですけども、はい、これをやったということは、はい、プロレスイベントはやっても大丈夫でしょうか。まあいいでしょう。やったちなみにいつって聞きますね。よろしいでしょうか。プロレスって、はい、どこの世界の国ですよね。はい、それを考えると3月3日がいい。ひな祭りちゃんと前もって振っていた町長がひな祭りの日だったなるほど。いや、なるほどじゃない。適当な相づちしてよろしいですか。やっていいんですか。お願いします。ありがとうございます。ちなみにどことか場所は、場所は浜通りで一番すごいスポーツ施設なんですけど、奈良スカイアリーナ。うおー、あの奈良スカイアリーナですか。だって知ってるんですよね。行きました。はい、ジムとかもそう行ってるんですもんね。めっちゃでかい。めっちゃでかいっすよ。あれもう東京例えると埼玉スーパーアリーナ。東京じゃねえじゃん。びっくりした。ちなみに、はい、大相撲授業やりました。そうっすよね。なるほど。相撲はやってるの。プロレスはまだ使われてない。お初ポケラ落とし。うわーすごい。じゃあ3月3日よっと、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではまあちょっとね、時間やら何やら詳しいことはまた。そうですね、まあ、今決まったばっかなんで、3月3日しゃ、奈良浜スカイアリーナでプロレスイベント決定でございます。やったー、よかった、ね、乗ってみるもんだな、はい、よかったね。長女本当ありがとうございました。ありがとうございます。